じゃあこんにちは。さあ、ゆたかさん、はい、プロ野球のちょっとルールの方なんですけれども、はい、今回の動画はプロ野球タイブレーク導入検討へということになってきました。来季以降視野勝敗はっきりし、選手の負担軽減も期待というところで、はい、まあ、先日 NPB と12球団が延長タイブレーク制の導入を検討することが24日分かったと。で、早ければ来期から採用に向け今後議論を重ねていくという記事が出たんですけれども、はい、まあ、これあのメジャーリーグでは現在延長10回からノーアウト2塁で始める特別ルールとして2020年からもう実施されている、はいはい、でより勝敗が決しやすく選手の負担軽減、試合時間短縮にもつながっており、これも日本 NPB で導入されれば画期的な制度変更となると。そうだな、はい、まあ、でもあの個人的に俺は引き分けの試合なんか見たくもなんともないんだよね、うんうん、もうなんかスカスピみたいなそんな感じで終わっちゃうみたいな最後ね、はい、でもなんかちょっとはっきりしてよみたいな、うん、そんな感じなんだよ、はい、いやだからタイブレイクをしてくれないかなっていうのはずっと思ってたけど、うん、これどうやろね、そのどうやろね、いやあのファンに投票箱を設けて、うん、どっちがいいかっていう多数決みたいなのをこう各球団でやって、はい、球場とかでね、うん、それで多い方を導入するという。これあの、まあ、SNS だったりとかネットのコメントを見る限りタイブレーク別にいらないんじゃないかというファンも結構多かったので、うん、なるほど、これもまたあなんかちょっとあの面白いなと思いました。ただね、やっぱ選手の負担になることは確かなんだよ。うん、そうなんですね。ただそのまったり感が延長に入っての好きだっていう人もいるだろうな、緊張感が長く続くという、はい、まあ、だけど、まあ、選手上がりとすればさ、うん、それはやっぱもうすぐタイブレイクして決着してくれた方がそれは楽は楽だよ。しかもあのナイターの翌日デイとかだと余計に、まあ、まあそうだな、選手は負担ですよね、まあ、一番ひどかったのは12時過ぎてゲームセットになって次の日デイゲームだったからな、だそれはきつかったよ、やっぱり。そうですよね、まあ、でもきついのも、うん、それはしょっちゅうしょっちゅうじゃないわけだから、うん、まあ、プロ野球生活でも初めてのことだったし、それは、はい、だからまあ思い出にはなってるけど、うん、まあ、だけどファンがどう考えるかだな、やっぱ決着を見て帰りたいとか、はい、あ、そうするんだったらタイブレークの方がいいし、うん、決まるまで永遠とやってほしいって思うファンもいるだろうし。あれ、豊さんのやってた現役の時って延長って15回だとか時間で切ったりだとか、時間もあったんですか。だから3時間半だったから、それ以降は次のイニング入らないとかさ、はい、で延長12回だとか、はい、まあ、いろいろその都度あのルールはね変わっていったけども、何て言うんだろう、何が良かったかっていうのは決着はつけたかったなと思うね。ああ、白黒そこは、うん、じゃないとつまんないよ、引き分けに持ち込むためにやってるわけじゃないしさ。ただこれあのタイブレイクに持ち込んでも引き分けで終わる場合っていうのは多分ないと思う。ないですか、ね、決着つくまでやらせるからタイブレイクなんだよ。ということはこれ12回よりも越す可能性はあるっていうことですか。いやだからまあそうだな、うん、まあ、例えば9回までで10回からもうタイブレイクを始めるっていうんだったら、うん、もうそれで長くなるんだってもうしょうがないよななんか全然点入んないよみたいな可能性だってある。ありますよね。そうすると17とか。でもそれはやっぱこう細かい作業がうまいかとか、あ、そういうことになってくるよね。必ず決着はやっぱりノーアウト2塁だと、まあ大体なんか、まあ、同点でずっとね行く可能性もあるけども、うん、まあ、決着は早くつくと思う。となると、まあ、9回まで同点でいきましたってなると今度誰で打席が終わったかっていうのは、いや、それも重要になるけども、ね、まあ、そこまであの計算してね、うん、まあ、試合は戦わないとは思うけど、うん、だけどまあその時に最善の策は取っていく、その作戦の取り方っていうのも一つの見ものというかさ、うんうん、そうですよね、まあ、楽しさだよね、うん、だからそういう楽しさがあるんであればタイブレイクをしてあげた方が選手にとってもいいのかなという感じもするよね、うんうん、確かに負担軽減にはやっぱり選手なりますね。そうだな、うん、まあ、そうした方がいいと思うけどな、うん、俺はね、ですよね。まあ、ただやっぱこうファンの意見ってさ、はい、なかなかこれまでルール改正については、うん、ファンの意見というのは聞いてないんだよね、うん、なかなかね、はい、まあ、まあそれはね、一人一人の意見を聞くっていうのは大変だけども、はい、まあ、ファンの方が多数決でいいって言うんであれば、
ファンの人にその投票で決めてほしいけどな。ありなしを。そう、オールスターのなんていうの、その投票じゃないけども、はい、賛成反対でさ、うん、どうなるか、うん、っていうのを見ても面白いかなっていうふうには思うけどね。そうですね、まあ、ただやっぱりあのメジャーリーグもね、特別ルールとして2020年から実施して、さらに国際大会でも WBC とか、あとオリンピックでも延長10回からやっぱりタイブレークっていうのを使っているので、どうなんでしょう、日本の野球だけが延長12回までってなると、また国際大会の時にその足並みが揃ってないとかってなってきちゃうんですかね。もうそれはあるよね。うん、もう野球なんかね、そんなこと言ったらね、もうね、いくらでもね、言いたいことたくさんある。なんで世界でボールが違うんだっていうさ。そこですよね、まずはね。そこでも違うし、うん、なんかサッカーっていう FIFA が、うん、今年これを使うって言ったらもう統一だからね、それ。全世界統一。そう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 。うん、いやだからもうボールが国によって違う、リーグによって違うとかさ、はい、まあ、そういうことになってくるとおかしいよね、もうちょっと。もうそれぐらいからもうおかしいし。確かに、あとあの球場もバラバラじゃないですか。そうだよ、企画がバラバラなんだよ。そこもちょっとおかしいっちゃおかしいですもんね。なあ、ドームがあったり、全天候が、ね、そうあったり、野外があったり、うん、ね、半分空いてるとかさ、もう距離も違いますよね、距離もメートルも違うっていうね、うん、それでも記録は一緒って。そうなんですよ、おかしいと思うよね。おかしいです、よく考えると。だからよく考えたら野球ってね、おかしなスポーツなんだよ。本当そうですね、うん、だからもうタイブレークぐらいしてもね、うん、いいと思うし、うんうんうん、タイブレークしてこれ引き分けだったら、うん、こっちの勝ちねっても最初から決めとけばいいのよ。だったらこっちだし、もうこうなったら、うん、とかね、うんうん、まあいろんなやり方あると思うけど、うん、プロ野球ってファンのもんだしな。まあそうですね、ファンが盛り上がってくれればっていう、うん、だからもうネットでね、ポチって、うん、でできるから、賛成反対でどのぐらいあるのかっていうのをさ、うん、こう知るべきかなって思うけどね。一回そうやってみてもいいですよね。それを、まあ、取り入れるか取り入れないかっていうのはそのね、運営側の問題ですけど、まあまあね、ファンの意見一つとしてどうなんだろうっていうのは、まあそうだね、あとは選手もポチってやってほしいです。選手はじゃあどうなんだろうっていう、まあ、選手の方だな。そうだ、現場と見てる方で、あ、数が合わなかったらどうする。選手の数ははるかに増えてた。ちょっとまあ誰が2回やってんのって不正になりますよね。まあ、2回もできないようにしときゃいいんだけど。そうそう、だから選手の意見っていうのも聞いてみたいですし。いや、選手の意見はもう絶対にタイブレイクしてほしいと思ってるはずだよ。やっぱそうなんですね、うん、ただ記録を考えるとな、1本でも増えるけどね。まあまあね、うん、まあでもそれより体の負担的なのを考えると、うん、やっぱ早く締めたいっていうのはあるよね。そうですよね、まあ、早く締めたいっていうか決着つけたいっていう、つけたいっていうところはあるし、やっぱり引き分けっていうのがやっぱりなんか白黒つかないっていうのがなんかモヤモヤする。完全燃焼だよね、うんうん、そうなんですよ。それともう計算も難しくなるしさ、うん、6つ引き分けたら4つ引き分けたら、そうそうそう、最後ね、順位のね、もう勝ち負けでね、しっかりつけていけばいいと思うよ、うんうん、そうですよね。で並んだらプレーオフというようなことでいいと思うしな、うんうん、はい、だから、まあ、そういう風にやってくれんかなとは思うけどね。なんかそう考えるとその10回からタイブレーク制取り入れないメリットっていうのがないような気がしますよね。どうなんだろうね。なんか絶対取り入れた方がいいんじゃないかなっていう、取り入れないメリットとしては何だろうって考えた時、何だろうね、うん、あんまないんですよね。時間だけは過ぎるし、そうそうそう、白黒つかない。まあまあ、でもタイブレイクをやったからって本当に速くなるかっていうのは分からないけどね、やってみないと。そうですよね。ただノーアウトセカンド二塁だったら、まあ、まあそう、決着がつくわな、ね、どちら側にな。そう、一方相手のチームはクリーンアップから始まって、相手は例えば下位打線とかだとなんかこう決まりそうな気もするんですけど、ね、まあまあそうだな、うん、まあこれ早く導入しないかね。導入するとしたら早ければ来季以降っていうことなので、来シーズンのんびりしてるよな、うん、本当に。何か決めるときって遅いんですよね。もうお役所が入ってくるからな。そうなんですよ、どうお伺い立てないかんしさ。そう、もうコミッショナーの権限一つで
ね、会議を開いて、はい、今年はこうしますから容認してくださいと、うん、いうようなことでは決まらんからな。そうなんですよ。どうしましょう。そうそうそう、遅いんですよね。遅いな、うん、決まるのかな、ね、なのでちょっとねここはファンの意見だったり選手の意見を聴取して。いやそうだよ、ファンの方がね、うん、あの意見を出してほしいと思う。本当にそうですね、ファンの方っていや俺も興味あるもん、どう考えてるのかなっていう。 だからまずここでアンケートを取ってみてもいいですよね。まあ、そうだな。アンケート機能を取ったりとかコメントで自分は賛成とか自分反対ですとか、ちょっとどっちの方が多いのか知りたいです。まあ、賛成の理由は大体わかるんだけど、うん、反対の理由がちょっとわかりかねるんで。そうですね、ちょっとコメント欄にでも書いておいてくれればさ、うん、反対の理由を、反対の理由をこうこうこういうことで考えますみたいなさ、うん、まあそうやったらね、うん、ちょっと考える余地が出てくるかもわかんないしな。そうですよね、なのでぜひコメント欄に皆さんの意見ちょっと書いていただければ嬉しいです。はいはい。